この辺りが詳しく書いてそうかな。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ、ただの他人の空似かもよ。20歳を過ぎて引きこもりだった青木はある時一念発起してアメリカへ。政治経済を勉強する傍ら、盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げた。コメンテーターなんかもやってたぜ。でその後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ。2年前都知事になった時の得票数はまあまあ、でも今の支持率は 80% 超え。政治家としちゃ敵なし状態だな。なあ、それより青木亮が実は荒川雅人だって情報とかどっかに書いてないのか。パッと見る限り見当たらないわ。やっぱ他人の空似じゃない。いや、そう決めつけんのは早い。むしろ都知事が荒川雅人だとすりゃ筋が通ってくることもある。え？どういうこと？青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げた。その理由はカムロ町産経作戦で東上会を壊滅させたからだ。ヤクザを町から一掃する作戦よね。ええ、そして作戦が終わった時、あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい。失踪？まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。作戦が実行されてた最中、警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい。産経作戦としてかこつけりゃ東上会関係者全員暴対法だのなんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからな。ってわけで東上会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよ。なるほど、そこまで追い詰められてたのか。だがそこまで東上会を追い詰めたのは産経作戦が優秀だったというよりも東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。でその情報を流していたのは荒川組組長荒川真澄だった可能性が高い。じゃあその組長が知事とグルだったってこと。春日の指摘通り知事が荒川雅人だとすりゃ荒川にとっちゃ実の息子ってことだろう。グルどころの話じゃねえ。春日、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川は東上会から知事になった息子に鞍替えしたんだ。おやさんはそんな人じゃねえかもな。だが俺の推理は曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ。荒川だって極道である前に人間であり父親だ。血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない。若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ。戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの？架空の人間を作り出すことは難しいことじゃない。加工した写真を作り偽名をつけ戸籍謄本だって偽造すりゃいい。ほんの少しの間ならそれでごまかし通せるだろう。でもちょっとでも深く調べられたらすぐにボロが出るもんだ。だよね、実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。でも実際に存在する戸籍ごと奪っちまえばその嘘も現実にすり替えることができる。多分
本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだ。その戸籍を正人が金で買い取ったか奪ったかして成りすました。でも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの？簡単とは言ってねえ。だが裏社会とパイプを持つ人間ならあとは金で解決できるだろ、春日。若には荒川組の力がある。金もある。確かにやれるかもな。でもなんでわざわざそんなことを？マサトはヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃねえのか。本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう。一番、そのマサトさんが死んだっていうのは誰から？中学の時の先輩から聞かされたんだ。ついこの間カムロ町で。荒川組がわざとデマを流したのかもな。マサトの成りすましを成立させるために。待った、その写真。何、どうしたの？若は生まれてすぐの事故で歩けなかったけど、この都知事は車椅子じゃねえ。え、どうしてだろう。戸籍は変えてもそれはさすがに。青木亮はアメリカに留学してたんだったな。手術を受けたんじゃないのか？でも医者もサジを投げてたんだ。そりゃ日本での話だろう。アメリカなら日本じゃ未認可の手術やらを受けることもできるからな。あ、この偉そうな制服は？うん、警視総監だ。そいつが堀之内十郎だよ。足立さんの因縁の人ね。こいつどっかで見た気がする。ん？それも俺が無所に入る前にだ。あれは確か。そうだ、若にお供していたキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀之内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。へえ。じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。ふん。こん時お互いどの面下げて顔を合わせてたんだろうな。でも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない？何なんだろうね。なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。くそ、頭がこんがらがってきたぜ。まああんまり根詰めんな。今日はもう休もうや。俺はもうクタクタだぜ。そういえばマブチが言ってたよね、明日近江の兵隊が乗り込んでくるとか。でも何しに来るっていうの？考えたって答えは出ねえよ。だから休もうっつってんだ。それもそうだな。よし、帰って寝るか。いや、帰る必要はねえさ。え？マスター、前に頼んだ2階の部屋の件だけどよ。ああ、もう片付いてる。使って構わねえぞ。ありがとうよ。2階の部屋？ああ、実はこの店2階に空き部屋があってよ。物置になってたんだが、そこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだ。お前のうちも風情があっていいんだが、さすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしな。ここなら人数が増えても多少は大丈夫だし、酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れるな。いいアイデアだろ。そりゃ俺らはありがたいけどよ。いいのかいマスター？もともと使ってない部屋だからね。別に構わねえよ。それに。それに？詳しくは知らねえが、
おめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろ。そんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。マスターありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。おう。でもよ、さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。うるせえ。おちょくるんならもう貸さねえぞ。おう。ちょっと。てめえババア、本当に店壊されてもいいんだな。ああ、だから好きにしなって言ってんだろう。なあばあさん、あんたの店ぶっ壊したってよ、俺だって何も得はねえんだ。春日はどこなんだ。町の者はみんなあんたが知ってると言ってんだぜ。じゃあみんなは死ねって言ったらあんた死ぬのかい。それが返事か、クソババ。うわっ、すんだめにするつもりだったんだけど当たっちまったわ。手元が狂った、悪い悪い。俺の質問答える気になったか、ばあさん。もう一丁行けや、手元。
狂っちまわねえように気をつけろよ。来やがったな、カスが。バカだね。なんで来たんだい。来るなって言われると来たくなっちゃうたちなんでね。ハマコさん、大丈夫かい。別に私はあんたをかばってやろうとかそういうんじゃなかったんだからね。わかってるよ。ハマコさんはただこいつらの物の聞き方が気に食わなかっただけだろ。ああ、やっぱりあんたはわかってくれてるね。あとは任せてくれるかい。ああ、任せてやるよ。待て！道を開けな、ドサンティン。もう星野会長からお許しは出たのか、トツカ。そんなもんはいらねえんだよ。もうあのジジイに愛想が尽きた。はあ、偉人町の三すくみは茶番だった。俺らには絶対不可侵が鉄の掟だが、トップ同士は仲良くこっそり偽札で稼いでやがった。誰からそのことを。ブリーチジャパンの連中だ。街中に触れ回ってる。おかげで俺らはいい笑いもんだ。ラオマーがうちの若いもん蜂の巣にした件も親父は丸く収めちまう気だ。勝ち込んでったうちの頭も今じゃ蝶の店で大事に扱われてるとさ。バカバカしくてやってらんねえだろ。こいつらみんなそう思ってる。だからこの俺を担ぎ出したんだ。俺の他にもまだいるぜ。本部内ですら反星野の声は上がってるからな。なるほど。でせっかく神輿に担がれた男が最初にやることが俺なんかを探すことか。ああ、探し出してバラして海にぶちまける。それが俺の第一ステップだ。ええ、でもしそれが終わったらどうすんの。その後偽札ビジネスもそっくりこの俺がいただいてやる。偉人町の全てを俺がいただくんだ。頭かしわるぞ。頑張ります。どれあれなめんなよ。見せてやる。やってやるよ。いやー、私の番ね。目指します。見てなさい。ほら来いよ。よし、行くぞ。どうするかね。やってやろう。来いよ。これで。ほら、行くぞ。ほら。行くぞ。どうした。なめんなよ。なめんなよ。いや。なめんな。よし、やってやるよ。とっておき。
とっておきだ。よっしゃ、もしきゃ、よっしゃ。くそ。あんたの器じゃ清流会は取れねえよ。お山の大将はよそでやんな。少なくとも二度と浜子さんの前に面出すんじゃねえぞ。そん時はすまきにして川に放り込む。俺は言ったことは必ずやるぜ。返事は？分かった。誰だ？翔だ。今立て込んでるからさ、手短に話すよ。あ？俺たちはブリーチジャパンを見誤ってた。あいつらのバックには近江連合がついてる。最初から偉人さんを内側から崩すのが奴らの狙いだった。お前らもそれでラオマーに利用されたんだみたいだね。あれ、もう知ってたの？なんだよ、お礼の一つくらい言ってもらえると思ってたのに。ふっ、悪いな。じゃあ、もう俺からの情報は必要ないかな。一応聞くよ。なんかあんのか？今、ブリーチジャパンのデモ隊がコミジュに向かってる。1000人規模くらいかな。え？部下の報告じゃ、その大半は近江の兵隊たちみたいだね。なんだって？要するに見た目は堅気のデモ隊だけど、中身はヤクザが勝ち込んできたってかと。連中の狙いは偽札の製造現場、つまり肉の壁の心臓部だよ。近江が偉人さんの偽札を暴こうとしてる。偽札作りの件を知ってるブリーチジャパンからの指示だね。近江は単なる兵隊ですよ。肉の壁をぶっ潰す気か？だろうね。でさ、そこで相談なんだけど、春日君、小見次郎手助けに行ってあげてくんない？なんで俺らが？あんたらで動けよ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。クーデター？マブジのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たくん、マブチがクーデターを煽ってる？そう、偉人さんは見せかけだの、上の連中だけで偽札でいい思いしてるだの、あちこちで吹いて回っててさ、おかげで俺への造反者が続出、清流会でも同じことが起きてんじゃない？だから今小見汁まで手が回んないんだよね。なるほどね。だから頼むよ、お願い。お願いって？でもお願い聞いてくれたらさ、偉人さんも難破君のことはもう忘れるから。あ？適当なこと言うなよ。マジだよ、俺が責任持って働きかけてあげるから。いい条件でしょ。まあな。でもこっちの条件はかなり重すぎなんじゃね。じゃあ OK だね。あー、悪い、もうのんびり話せなくなってきた。あと一つだけ知らせとく。ブリーチジャパンでデモの指揮取ってんのは代表の小笠原ってやつな。ち、切れちまった。コミジュルの手助けをしろとさ。コミジュルの手助け？その代わりナンバは見逃してもらえるだろう。ああ、おまけにデモ隊の指揮は小笠原なんだと。となるとあいつに話が聞きたいわよね。ああ、クメニア、聞きてえことが山ほどあるんだ。
中でヤバいことやっとんねやろ。はよ出てこんけ。そう。
強くなった気がするぜ。強くなったか。よっしゃ、成長を感じます。
おう。なあ、持ち出してんのかよ。組めといた野郎か。こいつらネズミやで。捕まえる。おい、聞こえんのか。とりあえずここは逃げた方がよくない。同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。踊れろ。調子のストンちゃうべ。さあやりましょうか。どうしようかな。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。見せてやる。よっしゃ、いけ。よし、行くぞ。何やの。行くで。よし、行くで。よし、よし、行くで。どうするかね。ほら、なんや。舐めるとか。ほら、ほら、寝てんのか。
ぞ。どうするかね。頑張ります。ドリア。行くで。なめんなよ。行くぜ。俺の番だな。俺の番か。仕切り直しといきますか。やった！くそが！死ぬ気で何おもろいことやっとるんや、アホンだら。やろう、いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズガ、あいつは近江の頭補佐だ。頭補佐？石尾田レイジって名前だ。見覚えねえか？いや、どうかな。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。つまりお前が撃たれた現場にも。なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ頭。はあ、思い出したわ。我カムロ町で大工に撃たれとったやつやな。はだったらなんだ。それがどないしてここにおるんや。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、話し合ってくれんのか。アホか、あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一丁行くで。くそ、来るよ、一番。ガーンと言ったのか。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまりもねえ。鉄球の動きだけに集中するんだ。だけど他の連中から襲われたりしない？大丈夫だ、さっき見てただろう。あの野郎は身内も吹っ飛ばしやがった。あの様子じゃ怖くて俺たちにも近づけねえさ。鉄球集中、行くぞ。どうしようかな。なれんのかよ。見せてやる。絶対負けない。行きますよ。よし、ザコにしてみろ。私に勝てますかね。見てなさい。サンキュー。さあ、ダメージと痛い目に。よし、行くぞ。見せてやるよ。やる。俺の番か。は？なめんなよ。やってやる。やるか。行くぜ。
っち来いよな。チョコまかしよってボケが。ちくしょう、まだ動くのか。どないしたポンコツ、もっと決まって動かんかい。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちっともったいないことしたの。大気やったのに。なんや、動かへんやないか。お前がタイプだとよ、変なのばっかに好かれるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。奴らは潰されたんか。早く確認せえや。